どうもこんにちは、ネムです。今回は APEX に関するあまり知られていないかなと思う裏技小技の紹介です。まずバルキリーの紹介です。バルキリーで後ろから来る敵にスキルを当てたい時に後ろを向かずにスキルを当てる方法があります。それがこれの方法です。このように下を向いて、スキルを出すことによって後ろの敵にスキルを当てることができます。これが便利な点は、逃げてる時に振り向いてスキルを打つよりもこっちで打った方が早く時間ロスなく逃げることができるので、バルキリーを使っている方にはおすすめです。もう一つバルキリースキルに関する裏技小技を紹介です。例えばこれが扉だとして、ここが扉だとして、扉の前でこういう風に扉を押さえている敵がいるとしたら、その扉にスキルを当てることができれば、扉が壊れる、1回で扉が壊れるのと、そのスキルがさらに当たって相手にスタンが入るので敵を倒しやすくなります。あともう一つ、バルキリーのスキルはこの状態で、キャンセルするときは、ジャンプを2回でキャンセルすることができます。次の裏技はキングスキャニオンのこの場所で使えます。この骨の上で死んだ場合、デスボックスがその近くの場所にワープするので、仲間がいる方に落ちれば、運が良ければいい感じのところにデスボックスが寄ってくれます。さらにバルキリースキル同様、ランパートのモバイルシーラでも扉を壊すことができるので、例えばこれが扉だとしてシーラを打つことによって、扉を一瞬で壊し、扉の裏にいる敵も一瞬で倒すことができるので、扉越しで待っている敵がいたらシーラを当てることをお勧めします。次はジブラルタルの洞門に対する裏技小技です。ジブラルタルの洞門を敵が出している時にアークスターを刺しても、弾かれてしまいますが、切れる瞬間を狙えば、このようにアークスターを落とすことができます。これで結構中のいる敵にアークスター全員分当てられたりするので、結構使いどころがあります。次にチャーライに関する裏技小技です。カーゴボットをチャーライで落とすときには、このように撃つ瞬間に武器をしまうことで最後まで撃ち切らずにカーゴボットを落とすことができます。これの便利な点は、あんまり音が出ないので、周りに場所がバレる可能性が低くなります。ただ弾は消費しています。以上があんまり知られてないかなと思った APEX 裏技小技の紹介でした。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。終わり。